はい、皆様こんにちは、かようまりのでございます。今日はですね、司法書士への挑戦は人生が狂うということで、合格率 5% の、司法書士試験ですね、このことについてですね、不安を打ち消す6つの考え方ということで、司法書士のよしとさんという方が、ブログに掲載されていたものをですね、取り上げつつ、いろいろね、私なりにもお話をしていこうと思います。司法書士試験、合格率が本当にですね低いで、勉強時間は約3000時間と言われてますけれども、実際3000時間で受かるということはありえなくてですね、実際この3000時間というのはカリキュラム終了までの時間が3000時間だけであって、自主学習の時間は入ってないわけです。で、じゃあ合格までに必要な時間ってどれぐらいなんですかというと、約1万時間というふうに考えていただければと思います。で、それだけの勉強量が必要なわけですから、受験勉強はね、長期に及ぶわけです。1年半とかね、どんだけ短い人でもやっぱり1年以上かかってくるのが常なわけであって、そこまで勉強してると、自分はこんなに勉強してるのに、一体合格するのかという不安を、持つ人がやっぱ大半です。で、そんな不安を打ち消す6つの考え方を司法書士の、よしとさんという方がご紹介したので、まずはそれを最初にご紹介します。1、勉強するほど合格率が上がる。当たり前ですね。とにかく勉強をし続けるということです。不安を消す方法は勉強するしかない。これはもうその通りで、2、100% 合格する人も 100% 不合格になる人もいないということで、ということですね。その通り、その通りです。はい。で、3、受からない理由以上に受かる理由があるということでね、なんか小泉進次郎みたいな、ちょっと小泉公文みたいな感じがしますけれども、そういうことで。で、4、勉強が得意な人も苦手な人も等しく限界はないということでね、これもって感じですね。はい。で、5、合格者だって同じ不安があったということですけれども、どういう考え方をするかっていうのは人それぞれなんですけれども、私がですね、皆さんにこう常々、司法書士試験の勉強の話してくださいって言われるときに言うことがですね、とにかくストイックなことしか言えないというのもあってですね、ストイック勉強法なんていう本も出しましたけれども、とにかくですね、一番効率がいいのは早く受かることなんですね。で、それってなんでかっていうと、やっぱりだらだらやってもそれって何にも進展性がないじゃないですか。とにかく早く受かることが大事で、早く受かるにどうしたらいいか逆算して、自分に足りないもの何かとか、でもそれでも不安だからそれ以上勉強するってことでしかありえないので、私はこの5番の合格者と同じ不安があったっていうことに関しては共感がなくて、実は合格するときは私落ちるビジョンっていうのはもう全く見えないぐらい勉強してたわけなんですね。もう早く試験が来てほしくてたまらなかったし、その落ちるっていうのがありえないわけですよ。もう受かることが決まっていて、あとは何位で受かるかってことしか頭になくったんですね、毎日。そう、本当に。で、不安ってなんで不安になるのかっていうと、それなりの勉強が足りてないからに尽きるわけですよ。2、3、4とかもいろいろありますけれども、これもとにかくなんで不安になるかって、勉強量が足りてないからでしかなくて、それは答え一つしかないわけですね。とにかく勉強しまくる、これだけやって落ちるわけがないだろうってぐらいやる。どんだけ勉強しても不安が残るっていうのはそれは間違いで、私も不安なかったんでね、なので、そのあたりはですね、本当にぜひ勉強してくださいっていうことと、あと、ちょっとタイトルとね、ちょっと内容が違うんであれですけど、最後言うと、司法書士への挑戦人生狂うっていうのは、それはですね、半端な覚悟で、飛び込んだ人に確かに言えることかなと思っていて、結構ですね、難しいんですよ。なかなか勉強続けられない人もいて、メンタル病んじゃってね、実家帰ってみたいな人とかも私も何人も見ましたけれども、それもですね、やっぱり自分がどこまでですね、それにコミットできるか、それだけやりたいことかどうかっていうことにやっぱ尽きると思いますけどね。本当にやりたいと思ったら絶対に諦めないでずっとやり続けるし、でも実際自分の熱量ってそうでもなかったらっていうこともあるわけですから、そこを人生がそこでじゃあ間違えてそれが試験のせいなのかっていうとちょっと違う気がしますけれども、そういう人っていうのは一定数いるっていうのは確かなのかなと思いますから、難易度ですね、あとどこまで続けるかとか、それやっぱやりながらね、自分に向いてる向いてないっていうのはね、考えながら進めていくっていうのはいいんじゃないでしょうかということです。あとは私がですね、もうね、受験から離れすぎて平成29年ですので、2017年かな、合格していてもう5年ぐらい経ってしまってですね、当時のその具体的な勉強法っていうのは
よね。もうそもそもね、なんていうのかな、お伝えするにもう内容がねどんどん毎年薄くなってきちゃうんですけれども、ただ本当にですね、その時のそのままの、勉強法を書いた本っていうのは今もね残り続けてますんで、まあ私の勉強どんな感じでやってたのかとか見たい人はですね、 Amazon、Kindle か、ストイック勉強法を見てください。これはですねプライム会員であればタダで見れますので、それをぜひ見てですねモチベーション上げてください。絶対モチベーション高くなると思うんでね。はい、ということで司法書士への挑戦は人生を狂うのかということでね、まあ不安を打ち消す6つの考え方っていうのを司法書士の方が解説してましたけれども、まあ、6つ目以降はですね概要欄貼っておくのでぜひ見てください。不安はですね勉強量、圧倒的に勉強量の足りなさです。もう勉強してくださいということでつきます。ということで本日は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。